マイケル・ケンドール・フラナガンは、アメリカ合衆国、ニューハンプシャー州マンチェスター出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。1971年の MLB ドラフトで、ヒューストン・アストロズから15巡目で指名されたが、契約せずに、マサチューセッツ大学アマースト校へ進学。1973年の MLB ドラフトで、ボルチモア・オリオールズから7巡目で指名され入団。 1975年9月5日にメジャーデビュー。メジャー定着を果たした1977年から1987年の11年間でアメリカンリーグ最多となる323試合に登板。1978年にはオールスターに初めて選出された。1979年にはリーグ最多の23勝リーグ最多タイの後完封を記録し、 サイヤング賞を受賞。1983年はシーズン半ばに、膝の故障で2ヶ月以上離脱。同年、チームは12年ぶりのワールドチャンピオンとなり、フラナガンはワールドシリーズで第3戦に先発登板。1985年はアキレス腱断裂により、シーズン初登板は7月20日、15試合の登板にとどまった。 1987年8月31日に、オズワルド・パラザとホセ・メサとのトレードで、トロント・ブルージェイズへ移籍。ブルージェイズは1990年5月8日に、フラナガンを解雇。フリーエージェントとなったフラナガンは1991年4月2日に、ボルチモア・オリオールズと契約。同年、リリーフとして起用され64試合に登板し、防御率2.38を記録。 現役最終年となった1992年は42試合の登板で防御率8.05。引退後はオリオールズの投資コーチや球団副社長を務めた。2011年8月24日、自宅近くで12より自殺しているのが発見された。59歳没。金融問題で悩んでいたという。ありがとうございます。